のの中には断食明けのお祝いで一般開放されるイスタナヌルルイマンは、ブルネーダルサラーム国にあるブルネーの国王、ハサナル・ボルキアの宮殿かつ公式内所であり、ブルネー政府所在地である。王宮は、ブルネー川の川岸に広がる洋上の丘にあり、ブルネーの首都、バンダルスリブ川市街から数キロメートル南に位置する。五千人が、 着席可能な強王室王宮の名前イスタナヌルル。今ンはアラビア語の信仰の光の宮殿を意味する。ブルネイの独立を記念して作られ、ネパールのグルカ兵によって警備されている。設計はフィリピンの建築家、レアンドロ v シンが行い、ブルネイ風イスラム建築とマレー様式を調和させるために、金色のドームとアーチ状の屋根を建築のモチーフに利用した。 宮殿のインテリアは、経過、インターナショナル所属で、アラブ首長国連邦、ドバイのブルジュアルアラブも手掛けたクワンチューがデザインした。建設は、フィリピンの建設会社アヤラインターナショナルが受注し、1984年に、総工費4億ドルで完成した。完成後、イスタナヌルルイマンは、世界最大の王が居住する宮殿かつこれまでに、 建てられた邸宅のうち一家族が居住する最大のものとなった。宮殿は1788の部屋を持ち、257の浴室、5000人の客を収容する、教室、1500人収容のモスクがある。さらに110台の自動車を収容するガレージ、空調設備の整った200棟のポロポニー馬や、5面のプールをも有する。合計して、イスタナヌルルイマンは、 床面積215万2782平方フィートである。巨大な宮殿のため、564のシャンデリア5万1000個の電球44の吹き抜き18機のエレベーターが備え付けられている。国王は公式な一見を宮殿の中で行う。宮殿ではブルネイ政府のすべての国家機能を覆う。それに加え、宮殿は首相の事務所を置き、 ブルネー政府の中心地として機能する。越見室、国賓室以外にも、王座の間は正式な儀式、例えば皇太子の公式発表や毎年の誕生日の授与式が取り行われる。しかしながら、国王の私的ない所として大事に使用され、続けており、宮殿には、 オーダーメイドのフェラーリとベントレー165台のロールスロイスという国王の大規模なカーコレクションが収蔵されている。王宮には普段は一般人が立ち入ることはできない。ただし、毎年のイスラム教のお祝いであるハリラやアイディルフィトリの終了を祝う祭りの際には一般開放され、3日間で約11万人が訪問する。 訪問者には料理が振る舞われ、手土産として菓子類が渡されるほか、小さな子供たちには緑色の金銭の入った小袋が渡される。またラマダーン明けの10日間にわたって、ムスリム向けの解放も行っており、ベルテガルスの祈りのために集う。世界最大の宮殿の称号が真であるかを確かめるのは容易ではなく、異論が多いものである。様々な団体が、 それぞれ独自の基準を持ち出して、特定の宮殿を世界最大であると主張している。事故に有利になる定義を用いて、数多くの宮殿が世界最大の座を争っている。例えば、イスタナ・ヌルル、イマン、バッキンガム宮殿、マドリード王宮、ストックホルム宮殿、四金城、ベルサイユ宮殿、東急度のルーブル宮殿、プラハ城、ルーマニアの国民の館が挙げられる。 ギネス世界記録が採用する規定では、宮殿はかつて王家の居所として使われており、真に宮殿に結合する屋内の床の面積をもって、世界最大とみなす。これらの基準によって測定したとき、イスタナヌルルイマンは世界最大となり、ギネスから認定を受けている。ありがとうございます。